の日の段階で、ね、そのメールで応募させていただいてるんですけども、選んだこっちもバカかもしれないけどさ、結局いろいろあるレースの中でさ、それでターゲットにしか他のお前いろんなもん犠牲にしてさ練習してんだよ。どういうことだよ。この電車代出んのかい。え、中さんの皆様ですね、参加者の皆様こちらに来ていただいてもよろしいでしょうか。先ほどもご説明は差し上げている方もいるとは思うんですけれども、19日の段階でですね、大変申し訳ないんですが、ここの使用許可を得られていないということが発覚をしておりまして、その旨メールでですね、同日8時頃と、昼12時頃ですね、メールでお送りさせていただいているんですけれども、届いていないという方も多数いらっしゃって、ってないよ、このように来ていただいている状態なんですけれども、一方でも参加費ですね、ご返金をさせていただく所存ではございますが、先ほどちょっとお話がありましたが、ラネットからエントリーをいただいておりますものなので、ラネットからの返金というのは難しいかとは考えております。なので、それ主催者側としましては、銀行振込にてご返金をさせていただければと考えております。信用できないんだけど、あの取り、あの申し込み書持ってから返して、はい、そうですね、講座等をですね、教えてくれる方もいらっしゃいますので、現状ランネットの方から皆様のご住所はいただいておりますので、そこ宛に現金書き留めですね、をさせていただくという対応も考えております。また一方でランネットの方にですね、今日は連絡がつかない状態なので、明朝ですね、連絡をさせていただきまして、ラネットの方からの返金ができるかどうかもう今一度確認をさせていただきます。でラネットの方から返金ができれば、ラネットの方から返金がございますの で一方でもそれがやっぱりできないという、まあ、規約にも載っておりますことなので、できない可能性が私は高いと考えておりますので、まあ、振り込みないしは、書き留めですね、でお送りさせていただければと考えております。で一方で現金書き留めご希望の方は、いただいている住所ですねにお送りをさせていただきますので、ちょっと、この場でですね、その住所が間違ってないかどうかですね、確認をさせていただいてご対応させていただきたいと思っておりますので、今現状で書き留めご希望の方はいらっしゃいますでしょうか。はい、いつ返してくれるんですか。時期に関しましてはメールとホームページも告知させていただいているんですが、1月の中旬、10日頃ですねが早くてもという状況になると思いますので、その時期にその目通りですね、お送りさせていただきます。石川県からご夫婦で来た方は、はい、飛行機代だけで6万円だって言うんですよ、はい、でホテル代だとか、はい、そういったものを込むと、はい、もう結構10万近くなるんですよね。そういうものはどうなんですか。旅費等もですね、専用で使用させていただくではございますので、さっき旅費は払わないって言ってね、交通費等、今日の交通費で最初は飛行機代もですか。そうですね、対応させていただくっていうのは話を聞くっていうだけで、その全額払うっていう意味ですか。領収書等が残ってあれば、確認できるものがあればこれ対応させていただきます。対応って意味がよくわからないんだけど支払うっていうことですか。そうですね、その分も負担していただきます。全額支払うってことですか。書き留めの方はですね、一度こちらに来ていただいてもよろしいでしょうか。お一人様ずつですね、ご住所を確認させていただきますので。